張本天玉を破っていきまして、今度はシェーファー・アビー・コーキー24秒いっぱい使っていく得意のステップのガードが止まっていった。いやちょっとラストどういう風になっていくか。長野からガードナースリーポイントです。決まりました。ポイントスから逆サイド来ていいですね。花丸ガードナースリーポイント決まった。第1クォーターの終盤に勝負強さを見せてきたポリンズバースから、ダバンテのスリーどうか。ブザー、昨日とはね少し流れ違ってますよね。そうですね、これよく決めたと思いますね、ダバンテガードナー放り込んできてポリンズバースですが、2人で囲む外が空いてガードナーコーナーを打てない。竹内康介の早いチェック、3秒2秒1秒で打ってきた。行きましたよねスペースが、ちょっとスコット選手が、まあ、あのシャドウから出るかどうか、選手のいいところですよね。これもウィティットがダイブしてきて、ガードナー3秒ポストアップ。ガードナー、コリンズ、シェーファー、そして高橋と長野というこの5人。長野です。ガードナーのスリーポイント。仕掛けてうまく抜けていく。強いですね、本当に止められないですね。ガードナーにはギャビン・エドワーズ。ショットクロック残り5秒、ウィティクト、コンフィンからもう一度ガードナースリー来ました。ここは三河のヤンがいいところですよね、はい、やはり昨日チームとして6本しか決まってないところですよ。それをもう4本決まっているので、はい、ここは急ぎません。最後のオフェンス、ガードナー体当てながら入っていって、ガードナーのポイントで終わった。15点差ということになりました。コリンズワース、コリンズワース外に出してガードナー1対1、ステップバックでスリーは決めた。ダバンテが最後決めた。このスリーポイントはカウント。